今回のスピチューブはこちらの町へ、岡山県玉野市のとある町へ、玉商店街、今密かに話題のお店をご紹介いたします。出会いとグルメ、プランなしの旅だからこその出会い。店長いんですか？かなり。85年。最後までよろしくお願いいたします。体力作りジョギングコース。はい。今日はですね、の三井造船とかあるエリアに来ました。商店街の入り口でございます。今日はこっちからこちらを歩いていこうかなと。まあね、この三井造船のね関係で、まあ昔からこんなあの商店街がねあるということです。こんな感じのね春山があったんですね。ここが春山の本店だそうですね。ちょっと渡りましょう。地で玉駐車場、
というわけで今日はこちらのお店に行こうかなと思います。ちょっとね、気になるところですけども、まあ、ランチやったりね、お持ち帰り弁当みたいなのやってるんですけど、もうこの時間はお茶だけということで。すいません、失礼します。ランチタイムは何時まで？なくなり次第終わります。あ、なくなり次第。じゃあまあゆっくり飲む感じで今日は。あ、小豆島ですよね、はい、じゃあこの小豆島レモネード冷たいので。この小豆島ってのはやっぱりその小豆島のレモン使ってるっていう。まあね、気候的にも小豆島ってですよね、なんかオリーブとかその柑橘系が強いイメージがですよね。なるほど、これはまた別の方がやられる、だからコミュニティスペースとして使われてて、それぞれオーナーさんというか違うという。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。下にシロップ溜まってるのか。あ、わかりました。いただきます。あ、ストローなんですかこれ。いただきます。うん、あ、さっぱり、このこれからのシーズンいいですね。はい、というわけでごちそうさまでした。ね、まあここね、その日によってお店が違うということで、詳しくこのインスタグラム見ていただけたらなと思いますね。全然またいろんなものがあるということです。はい、というわけでちょっとねじっくり見ていこうかなと。コーヒー屋さん、スーパーマーケットね、居酒屋さんとかカラオケあるけどな、なかなか気になるね。こんな喫茶軽食、だけですかね、ここは。アイスだけなんですかね。はい。お好み焼き屋。あー、お好み焼き屋なんですか、はい、今もできたりする。もう古いです。夜行き。あー。お好み焼き作ったりできるんですかね、今。できます。
今、できますよ。あ、ほんまですか。いくらですかね。食べる？あ、食べたいですね。じゃあいただきます。うまっ、最高だ。うん、もうここお店長いんですか、かなり。85年。すごいですね。はい、いやー、これかまぼこね、入れるスタイル初めてです。おいしい、おいしい、求めていたものです。なんかソースがすごい、なんか大体もうね、甘いソースが多いんですけど、こっちはあの酸味というか効いて美味しいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまじゃなくて、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今日はね、この多摩商店街に行ったんですけどね、まだまだこれから見どころはあるかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。大変ね、素晴らしいというか、いろんな歴史をね感じられるような場所かなと思います。まあ、昔は電車がねこの辺まで通っててね、船、そこから船で香川県に行くとかいうエリアだったそうで、昔は栄えたと。ね、ありがとうございました。アバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。